で、JBC が週明け月曜日になるということで、もう競馬ファンからすると、なんか嬉しいような、嬉しくないようなね、それぐらいの量があるんですが、こちらもですね、ブリーダーズカップと同じで、1レース1頭の短服買っていこうかなと思ってます。はい。で、まずは JBC レディースクラシックはアイコンテーラーを買いたいんですが、まずね、実力があるグランブリーチとか、勢いがある天下城、他にも実力ある馬、たくさんなんですが、 状況に見どころがあるなと思ったアイコンテーラーを買いたいと思います。えー、10月中盤しっかりウッドで溶け出してましたけども、追い切りに関してね、反路で53.8秒、15.1、14.1、12.8、11.8の加速ラップで締めました。 で、アイコンテイラーの姉妹11秒台加速ラップ仕上げといえば、まあ、記憶に残っている方もいると思うんですけど、ダート転向した一発目の BSN 賞をね、新潟で勝ったじゃないですか。あの時も実はね、姉妹11秒台加速ラップで、それがこの馬にとって最初で最後の一発だったんですよね。で、レースは勝ちました。 で、その後、うっ多くなったんですけど、勝ちきれないレースが続く中なので、一押しが効く調教になる可能性もありそうな高評価のラップだな、というとこですね。で、まあ、あの、めったに川内球車そういうラップで仕上げませんけど、11秒でなるラップは、まあ、馬券内も割と多いですし、あと、その BSN 賞の追い切りを絶賛していた、その時起乗していたのが菱田騎手ですけど、まあ、あの、当該州のね、調教がすげえ良かったっていうふうに言って、結果勝ってるので、 うん。この馬が11秒台加速ラップを出してくるっていうのはね、あの、評価していいんじゃないかなと思いましたね。はい。なんで、もアイコンテイラーから行ってみたいと思います。次に JBC スプリントの方なんですが、シャマル。えー、金、土とまとまった雨が降るみたいなんで、あの、まあ、台風からの湿った風の影響というか、あの、秋雨前線とね、えー、刺激するということなんですが、まあ、月曜日の時点でも多少渋ってることもあるんかなと思いました。まあ、わかんないですけど、その辺は。でも、まあ、両馬場はでも全然問題ないんですけど、 ぶれば強さ3割増しのシャマルっていうとこなんでね、そういうところも含めて期待したいなと。で、一周前の音が5ハロン64.9秒の高時計でした。仕上げがハンロ51.2秒ですよ。で、姉妹が12.1というラップなんですが、まあ、これちょっとね、意外だなと思って、あの、シャマルね、この時計になると、えー、全ハンロタイムの3位タイなんですよね、この馬の過去のね。 ああそういうレベルのね、タイムで仕上げてくるんだっていうのがまず一つ思ったところで、あと松下9社ね、半路12、12の加速ラップが好成績です。まあ芝での話ですけど、ただ51秒台以下のね、時計はかなり珍しいんですけど、勝率15%で回収140%ぐらいあるんですよね。特にダート戦で、 思い切ったね、反露時計で仕上げた時の成績がいいので、まあ、あの、シャーマル、これはかなりいいんじゃないかなと。で、可愛い名前なんだけど、鬼でもあるね。あの、レモンポップという鬼がいないんで、ここは勝ちたいんじゃないかなと思いますね。次に、えー、JBC2 最優秀なんですが、ちょっと、おっと思う時計だったんですよね、グランジョルのが。ご飯が66.6と早め。高柳9社はウッドが早い時に構想が多いわけですが、 二歳馬では結構珍しいっすね。あの、こういう時計出すの。っていう中で、高柳厩舎の中で、あの、過去の該当例がすごくわかりやすくて、リバーラ。はい。リバーラの未勝利ファンタジーステークスの連勝で該当。テリオスサルの新馬戦と未勝利のこの未勝利勝ちも該当してますね。新馬戦もいい競馬でした。で、新馬戦勝って JBC 二歳優勝を制覇したアイスジャイアント。だから2歳から3歳前半でギュギュッと活躍した馬が結構多いんですよ。 で、高い内級者が2歳馬にウッドデコハロン66秒台以下みたいな早い時計出す時は、期待感が大きい、えー、加えて結果を残したいで。先々というより今っていうね、そういうケースが多いように戦歴を見ると思えるところがありますので、今回のグランジョルノはね、その点ですごく注目しています。で、JBC クラシックなんですが、ちょっと名称ハリを買いたいなと。 まあ、キングズソードがきっちりとね、寺島9社の定番、えー、反路加速ラップで、えー、追い切りはウッドっていうね、そういう構成でしたし、キングズソードで行こうかなって相当悩んだんですが、ちょっと僕、最後の気持ちで名称リオの馬券握りたいなと。はい。で、岡田9社のお得意なね、反路54秒台以下で12、12の加速ラップっていうのをまあ、日曜日にまず使ってますね。 はい、これで追い切りでもいいぐらいなんですが、追い切りはウッドゴハロンで66.8秒の高度計。まあ、名所ハリオ、結果が出なくなっても、調教はいつも動くんで、本当何かきっかけ一つだと思うんですが、まあ、本当に、あのー、なんでしょう、戦歴から感じる衰えっていうのは、うん、調教の部分では、本当に、名所ハリオって感じさせない馬ですね。で、調教で、今回先着を続けてきているんですよね。 はい、で最近そういうことがなかなかできないこともあったとで。加えて久々にレース間隔が短くなるっていう、間隔詰めて走ってた時もありますから、まあ、その2つですよね、調教の先着が続いていて、レース間隔が短くなって、名勝リオからしたらスイッチ入るんじゃないかなと思うんです。でまだその名称ハリオに実践で このね、若い元気な世代と互角にやれる力があるのであれば、残っているのであれば、今回のこのローテと調教での上昇っぷりから考えると、うん、最後のタイミングで、うん、その最後のタイミングっていうのは僕の中の馬券を買う、名称ハリオの単勝を買うっていうのは最後かもしれないなと思ったんですよ。なんで今回はね、ちょっとまあ人気もまあどんどん落としてますから、もうここで行こうこと、はい、ここで行こうと決めました。 で、単腹1点外いということで、アイコンテイラー、シャマル、グランジョルの名称、ハリをえー、順番にね、えー、変えたいと思いますので、単腹1点なんで、合計8点。ブリーダーズカップと同じ構成で各レース1等の単腹としました。まあ、オープニング曲のね、単勝多点外で何が悪いのかしとは、えー、ずれてます。1点なんで。ずれてしまっていますが、まあ、そこは今回の動画をお許しくださいということなんですが、まあ、ブリーダーズカップが土曜の朝6時ですか。 どうやら日曜ですね。日曜の朝、6時からあって、で、土日、競馬開催があって、で、月曜日に、えー、夕方から JBC とね、もうすべてリアルタイムで観戦できる人は少ないかなと思いますが、まあ、あのー、もう競馬のお祭りデーみたいになっちゃってるんで、まあ、思いっきりね、こっちは楽しませていただこうかなと思っております。どうですかね。まあ、どちらか、単勝打つかわかりませんけどね。単勝当たれば副賞も取ってることになるんで、 うん、うまいこと。まあ、せめてちょっとあのえ、海外と地方でね、両方坊主はきついんで、まあ、ブリーダーズカップ、JBC どっちがプラスになって、まあ、片方負けてもトータルプラスとかが理想的ですけど、うーん、まあ、ちょっとね、最近なんか、いいイメージを持たずにやってるんで、まあ、今年でそのイメージをね、悪いイメージを変えて、えいい結果が出ればなと思っております。 はい。そんな感じでお届けいたしました。競馬本の著者やってます。竹内がお届けしている竹つべという競馬チャンネルになっております。皆さんもね、あの、JBC、えー、1頭の短腹を買って4レースだったら、どんな馬を買うかみたいなね、そういうのをコメント欄とかに残しておいていただけると嬉しいなと思います。はい。どうですかね。皆さん何買うんですかね。なかなかちょっと想像がつかないんですけど。 そうだな僕的にはどこが一番かな。グランジョルのすごい期待してるんですけどね。その調教の部分でね。はい。あとはアイコンテイラーもやっぱりダート一発目で勝ってを化けたっていう時の調教のねラップとまあ内容はあの細かく言えばだいぶ違うんですけど11秒台加速ラップっていうところは同じなんで。 そこはねあの、期待してますし、まあ、名称ハリオなんかさっき言ったみたいに、これが最後かな、単賞買うのはっていうふうに思ってるので、まあ、これまでそんな買ってきてないんであれなんですけど、うん、今回が最後かなと思っているので、えー、復活の一発ね、期待したいなと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。竹内でした。バイバイ。